はい、この動画ですね、プレミアの編集覚えたいけど、今ある解説動画長くて見てらんねえよって方向けに作りました。まあ、とりあえずこれ見れば一通りの編集はできるようになります。あとはもう勝手に覚えてください。というわけで早速やっていきましょう。まずプレミアプロ開いてください。はい、まあ、おおむねこんな感じの画面出ると思います。で、新規プロジェクトを押してもらって、右下の作成を押してください。で、まあ、なんか出てきても、置き換えとか適当で押しとけば大丈夫です。はい。で、こんな感じの画面出ます。ただ、初めて開いた人、多分こうなってはないと思います。なんか似たような画面出てるんですけど、同じではないんですよね。多分余計なものあったりとか、逆にこれねえじゃねえかってやつもあるんですけど、そういうのをどうやって入れ替えるかっていうと、ここにあるウィンドウを押してください。ここでまあ、極論俺と同じやつにチェックつけて、それ以外全部チェック外してください。まあ、例えばこうチェック入れると、新しくこう出てくるんですよ。で、消したい時は右クリックをしてパネルを閉じるで大丈夫です。で、あとこれ持つとこういろんなところに移動できるんで、これで俺と同じ画面にしておいてください。左上エフェクトコントロール、真ん中プログラム、右側にプロジェクトとエッセンシャルグラフィックスエフェクトで、下にタイムラインで以上です。はい、で、次、もう一個編集するにあたって事前準備が必要になります。編集のとこにあるキーボードショートカットを押してください。すると、こんな感じの画面出てくるんですけど、とりあえず、はい、こんだけ項目書き換えてください。ちなみに、カフ太郎さんって方からパクってます。で、設定の仕方も簡単ですね。例えば、キューキーの前の編集点を再生ヘッドまでリップルトリミングってやつは、そのままですね、ここの左にある検索項目で入力してください。前の編集点を、再生ヘッドまでリップルトリミング。ここですね、ここで、まあ、もともと多分なんか設定してあるんですけど、それ一回バツ押してもらって、で、押して、Q ですね。これでもうショートカット完了です。あとはもうこれひたすら繰り返していただいて、全部差し替えておいてください。で、終わったら OK。 はい、これでキーボードショートカット設定完了です。はい、では次にメインの編集方法に入ります。まずは動画をタイムライン上にドラッグ&ドロップしてください。はい、こんな感じするとこんな感じの画面になりますってことで、最初カットから教えていきます。まずカットしたいところの、視点で Z を押してください。で、その後、じゃあここまでカットしたいなって思ったら、ここで Q を押してください。すると、この間ですね、今ごっそりカットされました。ちなみにカット間違えたら、コントロールと Z の同時押しで戻れます。これ今戻りました。以上です。カット作業、これの繰り返しです。Z を押して Q でカット。で、また Z を押して Q でカット。Z を押して Q でカット。Z を押して Q でカット。これの繰り返しです。で、ちなみにさっきショートカットキー設定した方、S キーで拡大、A キーで縮小ができます。なんでこう S で拡大して、喋ってないところだけをこう的確に切り取ることができるわけです。で、ちなみにですね、間違えて Z を押して、こうやって線が2つになっちゃった場合ですね。そういう時はですね、間囲ってもらって、Shift と Delete の同時押しで間消せます。これもまあ意外と使うんで覚えておいてください。またですね、カットしすぎちゃったよって方、ここにですね、トラックの前方選択ツールっていうのがありますので、ここ押してください。で、ここ押して、右側押すと、右側のやつが全部一括でクリックされます。で、なので、これこのままグイーッとドラッグ&ドロップしていただくと、ここ間開けれるんですよ。で、あとはこれを選択ツールに戻していただいて、ここの端っこ持ってください。するとここミョンミョン動きますので、これで失われた部分をこう修復していただくと。で、修復し終わった後、ここの空白どうすんのって話なんですけど、クリックしてデリートキー押せば消えます。ちなみに右クリックしてリップル削除で消すこともできます。で、ちなみにこれ前方選択ツール使わずに普通にこう持ってこうやって動かすだけでも全然 OK なんですけど、この場合1個だけ注意点があります。それがですね、すでにここの右側で何らかの編集をしていた場合、例えばこんな感じで切れ込みが入ってるところで、まあ、ちょっとここ修復したいなって思った時に、ここ持つじゃないですか。で、右動かすとこう動画飲み込んじゃうんですよ。なので、その対策として、前方選択する、ここを押すと同時にまとめて動かせます。で、まあ、こうやって修復して、リップル削除で戻すと、デリートキーでも OK です。はい、というわけでこれでカット終了。次、テロップですね。テロップ画面左下にある T のボタンを押してください。で、画面適当にこう押すと、ここでなんか赤色のやつ出てきます。で、あとはもうあーとか入力するともう入力できてます。まあ、半角キー押すと普通にひらがなも入力できますと。ただ今これちょっと見づらいよねってことで、縁取りしたいと思います。縁取りの方法2つ、こんな感じで全体をドラッグ&ドロップで囲む、もしくは選択ツールを押します。そうすると周りがね、こう青枠で囲われると思うんですけど、この状態でエッセンシャルグラフィックスを押してください。で、その下にあるアピアランスのここの境界線ですね、ここにチェック入れてください。で、ここをまあ適当に黒にして、で、ここマウスこう動かすとどんどん濃くできます。まあ大体15ぐらいですかね。15ぐらいにすると、まあこんな感じでそれなりによく見えるようになります。で、ちなみにこの青枠の状態だったら、こう自由にこうやって拡大縮小自由にできるんで、勝手にやっちゃってください。で、もう一個重要なんだけど、これ例えばちょっと真ん中ぐらいの位置で置きたいなって思った時、こいつがすごい役に立つんですよ。プログラムモニターをスナップイン。ただこれデフォルトでないので、プラス押してください。プラス押すと多分、ここのどっかにあります。あ、これね。これあるんで、これをこうやってドラッグ&ドロップすると、まあ、ここに表記されるから、これ押した状態だと、こう真ん中ぐらいの位置になると勝手にピタッとこう、止まってくれます。これついてないと止まんないんですよ。止まんないんだけど、これつけると、ピタッと
止まってくれるんで、まあ、比較的使いやすくなります。いやでもう一個、もう一段階縁取りしたいって方、境界線のこの右側にあるプラスマークを押してください。すると境界線をもう一個つけることができます。まあ、例えばじゃあ赤色の境界線つけようかなってなったらこんな感じだね。これでこうやって動かすと、はいはいはい、こんな感じでいろいろ濃さも自由に設定することができます。でちなみにここ豆知識なんですけど、これこの状態のままフォントセーブできます。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ここ右クリックしてもらってモーショングラフィックステンプレートとして書き出し、ここ押してください。でするとなんか出てくるんで、保存先をこうまあライブラリにしていただくと、で、OK。でするとどうなるかっていうと、エッセンシャルグラフィックスのここ左上ですね、参照を押していただくと、さっきこう保存したやつが出てきます。でこれをこうドラッグ&ドロップしてもらうと、はい、こんな感じで、保存されてます。なんと、まあ、だから次回以降編集するときにこっから持ってこれば、まあ、わざわざもう一回境界線設定する必要なくフォント作ることができるわけですね。ちなみにこれテンプレート消したいって方、参照のこっから押してもなんと削除できません。でじゃあどうやって削除するのかっていうと、こっち開いてください。こいつの、ファイルから自分のライブラリを押してもらって、ライブラリクリックすると、セーブしたやつが、ここにあります。でここで右クリックをして削除ですね。これで消すことができます。あとこのフォントですね、明朝体とかゴシック体とかあるじゃないですか。これも自由にここ押せば変更できます。テキストの下ですね。よく使うやつはここ星マークを押していただくと、星チェックしたらここに勝手にこう表示されます。まあ俺はよく限界明朝とかラノベポップ体使うんですけど、まあこんな感じで限界明朝を押すと、まあよく見るフォントですね。フラット工房でよく見るフォント、ラノベポップ体も同様です。でまあここいろいろ探したけどお気に入りのフォントないなって方、右上にアドビフォントの追加ってやつあるんで、ここ押してください。それでまあこんな感じの画面が出てきます。これでまあ検索したやつで、ああこういうのいいなと思ったやつここで検索していただいてもいいし、まあよくわかんなかったらもうおすすめとか押して、まあこっからみんな使ってそうなやつ、探してください。でじゃあまあ例えばこれ入れたいなってなった時、これ押してもらって、ここですね、アクティベートってボタンがあるんでここを押してください。はい、これで OK です。こうするとですね、なんと、はい、今右下に出たと思うんですけど、わずか3秒で、新しいフォントが追加されてます。今のやつ VDL などかですね、これですね、はい、これでもうはいすでに追加されております。とまあこんな感じでアドビ君優秀すぎて、フォント無限に追加できます。まあお気に入りのフォント見つけてください。はい、というわけでテロップ終わり。次サウンドなんですけど、これ一瞬です。適当にどっかから持ってきた音声ファイルをこうやってドラッグ&ドロップするだけです。はい、終わりです。ただ外部から持ってきたままだと音がでかすぎるとか小さすぎるとかあるんで、ここのエフェクトコントロールで調節してください。まずこのレベルの左側の時計マーク、ここをクリックして白くした後にここを押して、可変式なんで適当にマイナス15とか押すと、これでマイナス15デシベルかかります。はい、こんな感じですね。でちなみに今この何気なく押したこの時計マーク、青色にすると何が起こるかっていうと、だんだん大きくとかだんだん小さくとかができます。まあ、ちょっとやってみましょう。というわけでまあちょっと長めの曲用意したんですけど、まずじゃあここでマイナス30デシベル設定します。すると、まあ、こんな感じでマイナス30デシベル流れてるんですけど、ちょっと進んだところでマイナス10デシベルにしてみましょう。するとなんかここにダイヤの形したやつがあるんだけど、これどういうことかっていうと、ここマイナス30デシベルで、こっからどんどん進むにつれてちょっとずつ BGM がでかくなっていくんですよ。わかります？はい、こんな感じです。というわけで時計マークつけた状態でこのデシベル数を変更すると、その瞬間での音量を設定することができます。そしてこれが2つあった場合、まあ要はだんだん大きくなったりだんだん小さくなったりといったことができるんですね。今回の場合は左側でマイナス30デシベル、右側でマイナス10デシベルで設定したので、マイナス30デシベルから進んでいくうちにマイナス10デシベルにどんどん音が大きくなっていくわけです。まあ、だからこれ逆ですね、マイナス10デシベル、マイナス30デシベルっていう設定をしたら、どんどん音が小さくなります。ちなみにこれ間違えたら、クリックしてデリートキーで削除することも可能です。ちなみにこの時計マーク、いろんなところで応用できます。それこそさっきのテロップでもですね、ここ、左上に1ってやつがあるんだけど、まあここ時計マークを押してください。でちょっと進んだところで X 軸ですね、これをめちゃくちゃ右に伸ばすと、するとどうなるかっていうと、こうやってね移動することができるわけですよ。で他にもスケールですね、これ大きさなんですけど、ここを押していただいて、ちょっと進めたところでめちゃくちゃでかくします。はい、するとどうなるかっていうと、再生するとこんな感じで、はい、どんどんでかくなることができます。はい、というわけでサウンド終了。最後画像ファイルですね、これも超簡単です。これもサウンドと同様に画像ファイルをここにドラッグ&ドロップしてください。であとはもうこう適当にダブルクリックすると背景青色になるんで、あとはもうこうやってみょんみょん動かすことができます。でちなみにこれガチでよくあるトラブルなんだけど、ここで例えば背景のこのつばいさんをクリックしようとしたら、間違えてなんか画面全体青色で覆われちゃって、でこれ動かそうとしたらなんかなぜか知らないけどテキストの方が動いちゃうってこと結構あるんですよ。これガチのあるあるなんですが、これの対処法2つあります。1つ目がここのベクトルモーションですね、ここを押してください。ですると、つばいさんだけこうタッチして移動することができます。でもう一個の方法は、画像ファイルを、文字の上に置いてください。こうするとクリックしたら持つことができます。まあ、これなんでかっていうと、これ上にあるものが優先して前側に出るんですよ。なんでこの状態だとこのつばいランスの画像が文字の上に出てるんですけど、これを下に持ってくると文字がこうやって前に出るんですね。で画像ファイルの方が上にある状態だと、クリックができます。
はい、というわけで、まあ、動画編集以上で最後に書き出ししましょう。画面左上のファイルをクリック。で、途中セーブしたい方はここで保存をしてもらって、もう動画完成って場合はここの書き出しをしてください。書き出しからのメディアです。するとこんな感じの画面が出ますので、特に触らず右下のメディアエンコーダーに送信をクリック。するとメディアエンコーダーが立ち上がります。するとこんな感じの画面が出てくるんですが、今回は YouTube への動画投稿を目的としているので、左下にあるソーシャルメディアをクリック。で、すると、YouTube 1080p フル HD ってやつがあるんで、これをドラッグ&ドロップでプリセットのここに持ってきてください。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、YouTube 1080p 用のなんか動画で書き出してくれるんですよ。非常に便利です。で、あとここ再生マークですね。押したら書き出し勝手にやってくれます。これ終わったら終了です。はい、では編集終わったらここに完了したって出てきます。あと、ま、出力ファイルここを押していただくと、よいしょ、ま、編集された動画がここに出てきます。ここま、クリックすると、こうやってま、動画ファイル出てくるんで、これで編集完了です。はい、では YouTube 大事なの動画だけじゃありません。サムネも重要ですが、なんとプレミアサムネだって作れちゃいます。というわけでサムネの作り方なんですが、まずちょっと背景作りましょうか。画面左下にあるこの長方形ツールってやつを押してください。ちなみに長押しすると楕円ツールとかにも変更できるんですが、まあ、今回は長方形ツール。で、そのままこうやって人にバーってクソでかい長方形作ってください。で、選択ツールに変更して、こうやって持ってあげると、まあ、全体をこうやって灰色で覆うことができます。で、色変えたかったらここを押して赤色にすることもできますし、ここ変更すると青色にすることもできます。で、このベタ塗りですね、ここタッチして線形グラデーションに変更すると、まあ、よく、あれ、なんかどっかのチャンネルで見たことあるですね。はい、こんな感じでね。よくあるグラデーションの背景も作ることができます。まあこれも右側こうやってなんかね、こうやってなんか、はい、赤と黄色のグラデーションの背景ができましたと。で、まあなんですかね、例えばじゃあちょっと画像ファイル持っていきましょうか。はい、ちょっとまあ適当にこうやって持ってきて、でこれもこう拡大できますよね、こうやって。はいはい。で、文字適当に入しましょうか。まあなんですかね、天下無双とかね。で、まあ俺よく限界民調使うんで、限界民調持ってきますか。限界民調持ってきて、はい、いい感じですね。はい、で、完成しましたと。で、だったらどこを押すかっつうと、ここのカメラマークですね。ここを押していただいて、形式 JPEG。多分最初ね、なんかね、他のやつになってるんだけど、ここも JPEG を押していただいて、で、まあ参照で自分の保存したいところに、変更して、OK。はい、これでサムネ完成です。まあ俺の場合こうやってデスクトップ上に保存したんですけど、まあこんな感じでもうサムネ作ることができます。はい、というわけでアドミプレビアの使い方以上になります。で、最後によくあるトラブルに対する回答を4つ載せておきます。まず1つ目、動画書き出そうとしたのになぜかメディアエンコーダーが開けない。これよくあるトラブルなんですが、解決策としては、この青バーでですね、こいつを先頭に持ってきてもう一回動画書き出してみてください。なぜかメディアエンコーダー立ち上がる場合があります。で、これもし解決しなかったら一回保存して消した後もう一回立ち上げてください。で、書き出しを押すとなぜか成功します。で、2つ目、サウンドを入れたはずなのに音が鳴らない。これどういうことかっていうと、サウンドを入れると通常こんな感じで音の波形が出るじゃないですか。なんだけど、なぜかここの音の波形がたまに出ない場合があるんですよ。で、音の波形出ないと当然音鳴らないんですけど、これの対処法ですね。まず該当ファイルをデリート。で、このプロジェクトにあるやつ、ここも消してください。こう消去っていうのがあるんで、これで消して、まあ一回保存して、バツをして、もう一回起動して、もう一回読み込むと、なぜか解決します。はい、次3つ目、動画ファイルを入れたのになぜか音声ファイルだけついてこない。まあ、これどういうことかっていうと、動画ファイルをこう入れた時にこんな状態になるんですね。音声ファイルだけがこう表示されないんですよ。これ稀にあるんですけど、解決方法すっげー原始的です。動画ファイルをタイムライン上に追加するとプロジェクトってところにこんな感じで元の動画ファイルデータ勝手に保存されるんですよ。で、これを2つ、なんか適当なやつと2つ同時にこうやって持ってくると、なぜか解決します。やってみてほしい。なぜか解決するんですよ、これ。原理はわかりません。ちなみにこれ今さらってやったんだけど、動画の画像ファイルが上、音声ファイルが下にあるんだけど、これ基本的に同時に動くんですね。なんだけど、右クリックをして、リンク解除ってやつを押すと、こうバラバラに動かすことができます。これたまに編集で使うことあるんで、まあ覚えといて損はないですね。はい、最後なんかテロップがうまくはまらないんだけどってやつですね。これどういうことかっていうと、まあテロップ押すじゃないですか。ちょうどこの切れ目の部分にこのテロップのやつを当てたいってなった時に、こうなんか目視でこうやってやっても、若干ずれたりするじゃないですか。で、これの対処法なんですけど、ここに磁石マークあるんで、ここ押してください。すると、近く行ったら勝手にカチャッと当てはまります。これね、デフォルトはこの磁石マークオンになってるはずなんだけど、たまになんかの表示で外れちゃう時あるんですよ。その場合はここを押してあげれば解決します。というわけで、まあ YouTube で動画投稿しようと思ってる方は、ぜひやってみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。